ネ年エビは、水田などに発生する小型の甲殻類である。多金魚、お化けエビなどとも呼ばれる。ネ年エビは、節足動物門甲殻アモンエラー質なサルソストラカ、アコウム項目に属する小型の動物である。日本では、初夏の水田で仰向けに泳いでいるのがよく見かけられる。体は、全体的に細長く、体長は15から20ミリメートル程度。 体を支えるような不足を持たず、分類名が示すようにエラー足と呼ばれる呼吸器を備えた遊泳客のみを持つ。体色は透明感のある白色だが、緑を帯びた個体、青みを帯びた個体も見られる。頭部には左右に突き出した一体の副眼と触覚、後期を持つ。第一触覚は糸状で頭部の前方へ短く伸びる。第二触覚は メスでは小さく、オスでは繁殖時にメスと連結するための把握器として大きく発達している。オスの頭部の大きさの半分ほどもあるので、雌雄の区別は一目でわかる。頭部に続く体は多数のエラー足を持つ胸部とエラー足のない腹部に分かれる。胸部は10節以上あり、各節に1体ずつほぼ同じような形状のエラー足がつく。メスでは胸部の最後部に 卵の入る、保育の卯があり、腹部に沿って突出する。腹部は細長く、最後に一体のオサがある。オサはこの歯型で平たく、鮮やかな朱色をしている。通常は覆面を上に向けた仰向けの姿勢で、水面近くや中ほどの位置でその姿勢を保って、あまり動かないか、ゆっくりと移動しているのが見られる。常に、エラ足を動かし、餌は、エラ足を動かした水流で、 覆面の体軸沿いに植物プランクトンなどの有機物を含む水中の見落物を口元に集めて接触している。外敵が近づいた時などには瞬間的に体をひねって跳躍するように水中を移動することがある。その行動は素早く、また退職が周囲に紛れやすいことから捕獲は意外と難しいが走行性があるので夜に照明を当てると比較的容易に捕獲できる。 水田の途中で休眠していた卵は春、水が張られた後水温が上昇すると一斉に孵化する。最初の妖精は、ノープリウスと呼ばれる形態で、体長1ミリメートル足らず、やや赤みを帯びた体色で、3体の付属子を持つ。その後妖精は、脱皮を繰り返し、次第に大切と、エラ足を増やし細長く成長すると同時に、遊泳に用いられた第二触覚は小さく目立たなく、 なって、生体と同じ姿となる。繁殖時には、オスは、メスの後方から追尾し、把握器を伸ばして、メスと連結する。把握器の先端は、枝状に分かれた、複雑な形状になっており、メスの体に、オスの体をしっかりと固定することができる。メスを把握したオスは、体を曲げて交接し、その後もしばらく連結したままで生活する。 受精卵は保育のうに保持された後皆そこにばらまかれ、生態はその後死亡する。卵はすぐに孵化することはなく、途中で卵の状態のまま翌年春の孵化に好都合な環境になるまで休眠し、秋冬季の乾燥と低温に耐える。この卵はそのような悪条件下でも長期生存が可能であり、このような特徴をクリプトビオシスと呼ぶ。この性質は、 クマムシや眠りゆすりかなどと同様に二刀類のトレハロースを含有することが深く関与している。和名の法年エビは法年エビの意味で、これがよく発生する年は法年になるとの伝承に基づく。法年を法年虫の名も伝えられる。法年エビの名は、上野桝造が本詩を図鑑に収録する際に、法年魚の名をもとにして、魚ではないからとエビに変えたものらしい。 地域によっては、多金魚という呼び名もあるようである。尾が赤いのを金魚に例えたことによるらしい。近年では子供たちから、お化けエビと呼ばれていることもある。これは、その姿からの連想とともに、子供向けの科学雑誌が、アルテミアの飼育セットを販売する際に、これを、お化けエビと呼んだことに基づくようである。英名のフェアリーシュリンプもこれに通ずるものがある。兵庫の地方では、 メロンスイスイ、レモンスイスイ、エビフライとも呼ばれている。ネンエビの学名は、ブランキーネラクジェニュマンシスといい、農科大学の石川千代松博士が命名した。明治25年7月から8月にかけて、神奈川県鉱山郡区毛沼村の海岸の砂地に、雨で一時的にできた水たまりで、同じエラーシズナのミスジヒメカイエビと一緒に発見され、動物学雑誌第七巻に、 英文で報告されている。石川が記載した学名は最初、ブランキープスクジェニュマンシスだったが、その後、ブランキーネラクジェニュマンシスと、俗名が変更された。俗名の、ブランキーネラは、エラー種類のという意味で、この方言呼びが、エラ状の足を持っていることを示している。なお、中国ではこの学名から、クゲヌマエダ学虫とも呼ばれている。水産上の利用はなく、 同所的に生息する、同じエラーシズナのカブトエビ類が、水田の除草薬とされるのとは違い、農業に有用な動物として利用されることもないが、噛みつくことも稲に害を与えることもない無害な、生物である。このように人間との関わりのほとんど内小動物で、あるが、 水田に多数発生しその姿が興味を引いたためか、前述のように各地に呼び名が残るなど古くから存在は知られていた。江戸時代には干渉用に取引されたこともあったようだが、寿命が短いので採集して水槽に入れても長くは干渉できない。ただし現代では卵が乾燥に耐える性質を利用して、前述のアルテミアやカブトエビ同様、 乾燥卵を梱包した飼育キットが玩具として販売されることがある。放年エビは無項目放年エビ科に属する。この目には他にアルテミアなども含まれる。日本には放年エビが最も広く分布しており、他に北放年エビサーセフィラプシス内代菊池が北海道から知られている。海外では温帯を中心に多くの種があり、アメリカでは 分布域の狭い種などに絶滅を危惧されているものがある。共通する性質として、魚類の生息しない、時折日上がるような、浅い毛や一時的な水たまりに生息する。中には、数年に一度しか雨が降らない場所で見られる種もあり、有名な生息場所として、オーストラリアにある、ウルル町部のくぼみで、水たまりができて、日上がるまでの間に、孵化から産卵までを済ませてしまうものが挙げられる。 ほとんどの種は、日本の放年エビ同様に水中の剣落物を接触する小型の露化食者だが、北、アメリカに住むブランキーネクタギガスは、体長が10センチメートルにも達し、同所的に生息する多種の放年エビ類や小型の無脊椎動物を食べる捕食者である。ありがとうございます。